Let's get started. Konnichiwa to everybody present here today. Welcome to the session on low-code cravings with Oracle Apex. This session is going to be in Japanese, and today's session is going to be presented by Marina Fujimoto, who is a cloud engineer at Oracle. Please excuse me for speaking in English. So without further ado, I'd like to hand it over to Marina. では、これよりローコードクレイビングス、オラクルエーペックスで洗練された画面デザインを実現というタイトルで、オラクルコーポレーションが提供するローコードアプリケーションプラットフォームであるオラクルエーペックスについてご紹介させていただきます。私、日本オラクルの藤本と申します。本日はよろしくお願いいたします。ネットワーク待機確保のため、ここからはカメラをオフにして説明させていただきます。このセッションでは APEX の概要をご紹介しまして、その後、私の方でアプリケーションの画面デザインを洗練されたものへと変更するところをご紹介いたします。はい。今画面見えておりますでしょうか？見えておりますね。はい。今回は機能を開発するところをお見せするというよりも、Oracle APEX で洗練された画面デザインをどのように実現するかというところに重点を置いてデモを行っていきたいと思います。では、はじめに APEX についてご紹介いたします。Oracle APEX とは、ローコードのアプリケーション開発プラットフォームです。スケーラブルでセキュアなエンタープライズアプリケーションを高速かつ少ないコード量で構築可能です。オラクルクラウドは、オラクルエーペックスはクラウド上、またオンプレミスを含むあらゆる場所で、モバイル、ウェブ、デスクトップアプリケーションの実装をする、開発実装するプラットフォームを提供しております。オラクルエーペックスは、オラクルデータベースのためのローコードアプリケーション開発プラットフォームです。どういうことかと申しますと、Oracle APEX はデータベースのライセンスに含まれているため、Oracle データベースのライセンスをお持ちの方は無料でご使用いただけるツールとなります。Oracle の APEX の特徴3つございまして、1つ目はデスクトップ向け、モバイル向け両方の Web アプリを開発できるという点があります。APEX で開発したアプリケーションはレスポンシブ Web のデザインですので、利用者の画面サイズに応じて表示ができます。そのためデスクトップに加えてモバイル向けのウェブアプリケーションも一緒に開発することができます。二つ目の特徴としまして、デスクトップにある、データベースにあるデータの可視化と保守ができるという点です。データベース内に格納されているデータを使用し、レポート、フォーム、チャート、カレンダーなどを簡単に素早く作ることができます。三つ目の特徴としまして、SQL のスキルやデータベースが提供する能力を活用できるという点です。APEX は Oracle データベース上で動作するので、Oracle データベースが提供する機能の多くを利用することができます。次に Oracle APEX が提供するツールを簡単にご紹介します。Oracle APEX は様々な一般的な開発作業を行う個別の APEX アプリケーション、ツールが集まったものです。アプリケーションビルダー。こちらでは APEX のアプリケーションを作成するツールとなっております。ウェブアプリを GUI 上で開発できるツールとなります。SQL ワークショップ。こちらでは Oracle データベースの表やビューを作成したり編集したりするツールが含まれております。3つ目、チーム開発。こちらではチームでの共同作業をサポートするためのイシュー管理ですとか、エンハンスメントリクエスト、その管理を行うツールが提供されております。また続いて、アプリケーションギャラリー。こちらでは、アプリケーションの開発の助けとなるサンプルアプリケーションが含まれております。その他にも、RESTful サービスを開発するツール、表やビューを GUI で開発するツール、データベースでデータのロードを行うツール、また APEX のアプリケーションの稼働状況をモニターする運用管理のツールも含まれております。Oracle は APEX という開発プラットフォームによりまして、データモデリング、API、UX、ライフサイクルの統合された包括的なローコードエクスペリエンスを提供いたします。
次に、オラクルエピックスの活用例をご紹介します。一つ目の活用例としまして、簡易アプリケーションやフリップサービスアプリケーションの開発がございます。簡単にアプリケーションを構築できるというところがポイントとなります。二つ目の活用例としまして、エンタープライズアプリケーションの拡張がございます。弊社では、オラクル ERP クラウドというものも提供しておりまして、そのアドオン開発として、オラクル APEX で画面を開発することができます。3つ目の活用例としまして、ファイルを使ったアプリ、クライアントサーバーアプリの Web アプリへの移行がございます。Excel やアクセスファイルを APEX に取り込んでいただくだけで、簡単に Web アプリを作ることができます。オラクル APEX は80万人を超える開発者の方にお使いいただいております。で、こちらは、オラクルエイペックスをご採用いただいている企業様の一部となります。エイペックスのご紹介は以上として、それでは今からデモを行っていきたいと思います。で、今回は、エイペックスで作成したフードデリバリーアプリの画面を洗練されたものにするところをお見せしたいと思います。左側に表示してありますのが、事前に作成したフードデリバリーアプリです。エイペックスで作成しておりまして、写真では、レストラン一覧を表示するページとなっております。フードデリバリーアプリ、皆様も、ウーバーイーツさんや出前館さんなど、使用されたことのある方も多くおられるかと思います。使用されたアプリと比べて、そうでなくても、左側のアプリ、使いにくそうだという印象を受ける方もおられるかと思います。この左のようなアプリケーションを、APEX では、簡単に素早く、右のような洗練された画面に変更することが可能です。今回はそれをデモとして見ていただきたいと思います。こちらのアプリですが、レストランの一覧を表示する画面、そしてメニュー一覧を表示する画面、そしてログインの画面を搭載しております。お時間の許す限りで、これら3つの画面を洗練されたものへと変更していきます。こちらが APEX のホーム画面となっております。先ほどご紹介した APEX のツール、こちら、アプリケーションビルダーやスケールワークショップがございます。今回は事前に作成してある、ローコードクレイビングスというフードデリバリーアプリ、こちらを編集していきたいと思います。まずはアプリケーションの実行をして、どのようなアプリか確認したいと思います。このようにですね、先ほどスライドでお見せしたアプリが表示されます。こちらはレストラン一覧を表示するページとなっておりまして、レストランの名前、レストランのカテゴリー、そしてレストランの評価などがございます。そして画面上部ですね、こちらにはレストランのカテゴリーを選択するカードがございます。まずは画面の上、ヘッダー部分にデリバリーかピックアップか選択することのできるボタンを作成したいと思います。では、APEX でアプリを開発するときに使用するアプリケーションビルダー。こちらを見てみます。こちらがアプリケーションビルダーと呼ばれるものでして、下にございますのは作成されているページです。ホームページ、メニューページ、ログインページがあることがわかります。グローバルページではアプリ上のすべてのページで表示されるコンポーネントを編集するページです。デリバリーとピックアップのボタンは、こちら、アプリのヘッダーにつきまして、どのページでも表示されるようにしたいので、グローバルページで編集を行います。ページクリックしますと、ページライナーが表示されます。ここでは、各ページのコンポーネントやレイアウト、動作を編集することのできるページとなります。左側にはページのコンポーネントが表示されておりまして、中央ではページのコンポーネントが表示されております。配置を変更したり、新たに追加することもできます。右側ですね。こちらでは、それぞれのコンポーネントの処理ですとか、表示を設定することができます。今回は、デリバリーかピックアップか選択することのできるボタンを作成したいので、まず、ラジオグループというアイテムを、アフターロゴという場所にドラッグアンドドロップ。では、次にコンポーネントの設定をします。名前を、T0。オーダータイプとします。デリバリーとピックアップのボタンを横に並べたいので、設定のところ、
列の先を2と指します。LOB のところ、タイプを静的位置としまして、こちらでボタンに表示する、テキストを入力します。掃除地、デリバリーと、その下に、スクラップと、入力をし、表示されるようにします。元日の方も、デリバリーはデリバリーと、大文字で入力しまして、ピックアップの方も、スクラップと、大文字で入力をします。設定した順番で、デリバリーとピックアップの方を表示させたいので、実行時にソートというところはオフにします。そして少し下に行きまして、デフォルト。こちらでタイプ、静的としまして、デフォルトでデリバリーとピックアップ、どちらが、選択されているか、こちらで指定したいと思います。今回デリバリーが、選択されているようにしたいので、静的にデリバリーと入力をします。そしたら、保存をしていきまして、どのように、変更が、適用されているか見たいと思います。このようにですね、画面上部、ヘッダーの部分にデリバリーとピックアップ、こちらのボタンが作成されました。ただ、上の部分、新規というラベルがついておりますし、デリバリーとピックアップ、どちらが選択されているのか、見にくくなってしまっているので、外観を少し変更したいと思います。ページデザイナーの方戻りまして、外観、こちらでテンプレートヒデンを選択しまして、ラベルを隠すようにしたいと思います。テンプレートオプション、こちらサイズを、ラージと足しまして、ボタンを大きく表示させるようにします。また、フィルボタンとして表示というふうにしまして、デリバリーとピックアップのボタンをフィルボタンの形式で表示させます。それでは保存をしまして、確認してみます。そうしますと、ラベルが、非表示になりまして、このようにフィルボタンの形式でボタンが表示されるようになりました。このようにデリバリーとテイクアウト選択するボタンを作成することができました。次は、オーダーしたい料理を検索することのできる検索フィールドを作成したいと思います。検索フィールドもヘッダーに配置しまして、どのページからでも検索機能を使えるようにしたいので、グローバルページでコンポーネントを作成します。こちらで、アイテムの作成。作成したアイテムをビフォーナビゲーションバーという位置に移動します。名前を編集しまして、P0 サーチと入力します。そうしましたら、今回は検索フィールドを作成したいので、設定、タブタイプのところから検索を設定。外観のところ、今回もラベルを表示させたくないので、ヒデンと出します。テンプレートオプションのところで、ストレッチフォームアイテムとしまして、検索フィールドが端から端まで大きく、表示されるようにします。サイズを、Xlarge としまして大きく表示されるようにします。では次に、検索フィールドだと一目でわかるように、検索のアイコンを表示したいと思います。こちら、アイコンですね。Apex では無償でこのようなアイコンを提供しておりまして、こちらから使用したいアイコンを選択します。今回は、サーチという、こちらのアイコンをつけたいと思います。では、検索フィールドにデフォルトでメッセージを表示します。値のプレイスホルダーのところに、Search for Foods and Drinks と、入力をします。それでは、変更を保存し、確認していきます。はい。このように検索フィールドが作成されました。これで、ヘッダー部分の編集は、まず以上としたいと思います。では、次に、こちら、レストランのカテゴリーですね。こちらの表示を変更したいと思います。今は、ブレックファスト、ピザなど、テキスト形式でカテゴリーを表示しておりますが、アイコンを付けたいと思います。こちら、下にございます、開発者ツールバー、こちらのページ1というところをクリックしまして、
ホームページ、ページ1のページデザイナーに飛びます。で、こちらのカテゴリーズ、こちらから、アイコンを追加します。アイコンとバッジというところ。で、こちらにイメージ URL と入力をしまして、アイコンの画像の URL が格納されている場所を入力します。で、アイコンの位置はトップとしまして、上に表示するようにします。それでは変更を保存し実行します。で、そうしますと、アイコンがこのように上、トップの位置に表示がされました。ただ、こちらのままですと余白が大きくスペースを無駄遣いしてしまっているので、カードのカテゴリーを横一列に配置したいと思います。オラクル FX で独自に設計されたユニバーサルテーマを使用して、レイアウトを変更したいと思います。今、チャットの方にお送りしたリンクにユニバーサルテーマの、お送りしました。ユニバーサルテーマ、こういったものとなっておりまして、今回、カードのカテゴリーを横一列に配置したいので、そちらのユニバーサルテーマの中にある、View Justify Content Center、こちらを入力します。で、こちらは、水平にコンテントを並べて、真ん中、中央揃えにするといったような CSS クラスです。で、こちらを、CSS クラスのところに記入していきます。で、外観のところ、CSS クラスに、View Justify Content Center と入力をします。で、こちらの CSS クラス使うのは、View Flexible も記入する必要があるので、こちらも記入します。で、詳しくは、こちらのユニバーサルテーマのサイトもご参照いただければわかりやすいかと思います。それでは、変更のボタンを押して、実行してみます。そうしますと、すべてのカードが横一列に表示がされました。ただ、今、現在、アイコンが左側に乗ってしまっているので、アイコンをカードの中央に設置したいと思います。ページデザイナーの方に戻りまして、アイコンとバッジ。こちらの方に CSS クラスを追加します。こちらも、ユニバーサルテーマの中にございます、マージンオートという CSS クラス追加していきます。こちら追加しますと、アイコンが中央揃いになりました。ただ、こちらカードを見ていただくと、タイとメキシカン比べますと、カードの横幅がバラバラになっていることがわかるかと思います。ですので、カードの横幅をすべて揃えたいと思います。ページデザイナーの方に行きまして、カードの CSS クラス、同じくユニバーサルテーマの CSS クラスを記入します。MMW100 という CSS クラスを記入して、カードの横幅を100ピクセルに揃えます。では、保存と実行を行います。そうしますと、すべてのカードが100ピクセルで揃えることがわかります。では、次に、テキストですね。カードのテキスト。ものによっては左側に寄ってしまっているものもあるので、こちらもすべて中央揃いにしたいと思います。で、同じくですね、カードの CSS クラスのところに、CSS クラスを記入して、ボトン。そうしますと、すべて中央揃いになりました。これでも十分洗練された印象になったかと思いますが、カードの見え方をもう少しだけ変更したいと思います。ページプロパティ。こちらですね。CSS ラインに、インラインに、CSS の変数を変更するクラスを定義します。こちら CSS インラインのところに C カテゴリーズという CSS 文を記述します。こちらは先ほどカードの背景色、カードの背景色を透明にしまして、文字のフォントを小さく、文字の太さを補足するといったような、そういった CSS 文が記述されております。
で、こちらを C カテゴリーズというふうに定義をしまして、で、こちらで定義した CSS クラスを適用していきます。CSS クラス、で、外観のところですね。で、こちらに C カテゴリーズというのを設置します。それでは、自動実行してみます。で、そうしますと、このように背景が透明になりまして、文字も少し細くなったかということがお分かりいただけるかと思います。で、もう少し画面を洗練されたイメージにするために、カーソル、ポインターが乗った時にカードが浮き出て見えるようにアクションを作成します。ページデザイナーの方に戻りまして、こちらからアクションの作成。で、今回はカード全体をハイライトして見せたいので、タイプはカード全体。リンクのタイプを URL に見たいですと。で、リンクとして、&リンク、ちょっと、入力し、変更を保存します。で、そうしますと、ポインタが乗った時に、カードがハイライトして表示するようになりました。これで、こちらカテゴリーの方は、当初と比べて洗練されたデザインにすることができたかと思います。で、では次に、レストラン一覧、こちらのページを編集したいと思います。現在、レポート形式で表示されておりますが、こちらをカード形式に変更したいと思います。ページデザインを、開きまして、レストラン、こちらのタイプですね。現在、タイムドレポートが選択されているのをカードというふうに変更します。そうしまして、属性のところから、カードのタイトルとして、レストランの名前、そしてサブタイトルとして、レストランのカテゴリーを表示します。その下に料理のイメージ画像も表示したいと思います。メディアのところ、イメージ URL としまして、URL、料理のイメージ画像が、格納されているパスを入力します。それでは変更を保存します。そうしますと、このように、レストランがカード形式で表示されまして、レストランの名前、レストランのカテゴリー、そしてレストランのイメージ画像が表示されました。これだと、どのようなレストランを表示しているかわからないので、タイトルを、こちら、左上に付けたいと思います。ページデザイナーの方から、ビジョン、こちらに戻りまして、タイトルですね。こちらを編集します。で、タイトルとして、オールレストランズと入力をします。変更したタイトルをページに表示させたいので、外観のところ、テンプレートをコンテンツブロック、こちらを選択します。タイトルの文字のサイズをミディアムにしたいと思います。リージョンタイトルのところをミディアムにします。それでは保存してみます。そうしますと、オールレストランズとタイトルが表示されました。で、こちらのレストランですが、現在ではレストランの名前、カテゴリー、料理名だけで、配送料ですとか、配送時間などが一律付けておりません。ですので、配送料、配送時間、そして、レストランの評価を、こちらのカードに追加したいと思います。で、ページデザイナーの方に戻りまして、属性、で、本体。こちら、拡張フォーマットをオンにしまして、HTML 式で入力したいと思います。で、ドルマーク。そして、こちらに、配送料を表示しますので、P と、入りまして、デリバリーと記述します。二次本体のところも同様に、こちらでは、配送時間を表示したいので、タイムと、入力をしまして、estimated delivery と入力します。次に、レストランの評価も表示したいと思います。アイコンとバッジ。こちらのバッジ列のところに、rating と入力をします。で、では次に、レストランのイメージ写真。こちらのレイアウトも変更します。メディアのところ。こちらから位置というところで、画像を
最初。そうすることで、レストランの画像を一番上に表示することができます。で、外観、ワイドスクリーンとしまして、画像を縦長に表示。サイズ指定カバーとしまして、余白がないように表示します。それでは、保存して、どのように変更が適用されているか確認します。このようにですね、レストランのイメージ画像が一番上に表示されまして、その下に、レストランの名前、カテゴリー、そしてレストランの評価がこちらにございます。その下に、配送料、そして配送時間が、表示されております。以上で、レストランの表示ができました。ここまででも最初と比べると、随分洗練された、ファンシーな形になったかと思いますが、もう少しページの全体の見え方を変更していきたいと思います。こちらのページの開発者ツールバー、こちらからカスタマイズ、テーマローラーとしまして、アプリケーションのアクセントカラーを変更します。現在はアクセントカラーが青で選択されておりますが、今回は赤にしたいと思います。色を選びまして、今回はこの色にしたいと思います。テーマローラでの変更は即座に画面に反映されます。赤の主張が少し強く、デリバリーとピックアップのボタンが見づらいので、一旦の色は、白に変更したいと思います。で、こちら、血管のところで、色を白にします。そうしますと、こう変わりました。ただ、そうすると、ロゴの文字が見えなくなってしまうので、文字と色を黒に変更します。こちらを黒に。そうしますと、このように表示がされました。では、次に、検索頻度。こちらの角を丸めてみたいと思います。フォームというところ、開きまして、ボーダーレディウス、こちらを30つける。そうしますと、コードが丸くなったことが、わかるかと思います。では、次に、デリバリーとピックアップのボタンの角も丸めたいと思います。丸めまして、24ピクセル。そうしますと、このような形になりました。これだけでも、ずっとファンシーな形になりましたが、ヘッダーのロゴの大きさや文字のサイズなどを少し微調整したいと思います。カスタム CSS のところで CSS 文を記述します。こちらに CSS 文を入れまして、ヘッダーのスペーシングですとか、ロゴのフォントの大きさ、太さなどを変更します。で、OK を押しますと、このように少し微調整されたのがわかるかと思います。では、こちら、変更も保存します。スタイルの名前として、ローコードクレイジンスと入力をしまして、保存。保存が、非常に発生されました。これで、画面が、よりファンシーになったかと思います。では、次にですね、ヘッダー部分。こちらに、ショッキングカートのアイコンを表示させたいと思います。では、ステージデザイナーの方に戻りまして、そういうコンポーネント。続いて、ナビゲーションバーリスト。で、ナビゲーションバー。こちらからエントリーの作成を行います。すでに作成されているエントリー、こちらがございまして、サインアウト。こちらがどこにございますかというところですと、こちら、サインアウト。こちらに表示されております。ショッピングカートのアイコンを ASTEP の隣、こちらに表示させたいと思います。では、エントリーの作成を行います。イメージクラスとしまして、ショッピングカートのアイコンを表示したいと思います。ショッピングカート。こちらのアイコンを、ナビゲーションバーの方に付けたいと思います。ラベルとしてカートと入力。ターゲットですね。今回はショッピングカートのアイコンを表示するだけで、ショッピングカートは実装しませんので、ターゲット対象と URL としまして、
今回、シャープと入力をしておきます。ユーザー定時属性として、アイコン、オンリーとしまして、リストエントリーの作成をします。そうしまして、確認しますと、このように、出品カートのアイコンが、上部に追加されました。では、次に、アプリケーションのロゴを設定したいと思います。こちらにアプリケーションのロゴを追加しまして、ナビゲーションバー、3本線のナビゲーションバー、メインナビゲーションは、表示にしたいと思います。アプリケーションビルダーの方から、アプリケーションページの編集、そして、ユーザーインターフェース、ロゴとして、アイコンとテキストを表示させたいので、イメージとテキスト、こちらを選択します。そして、アプリケーションのロゴの画像の URL を記入します。そして、変更の適用。そうしましたら、ナビゲーションメニューの方に行きまして、ナビゲーションの表示。こちらをオープンにして、ナビゲーションメニューを表示させないようにします。それでは、変更を適用して、確認してみたいと思います。このように3本線のナビゲーションメニューが非表示になりまして、アプリケーションのロゴが表示されました。こちらの画面、PC 上で画面を見ている場合には問題ないんですが、タブレットと画面の横幅が狭いデバイスの場合、ロゴのテキストが切れて表示されてしまいます。このようにですね、表示されてしまいます。ですので、画面のサイズが一定のサイズよりも小さい場合、ロゴのテキストを非表示にするように設定したいと思います。開発者ツールバーのところ、カスタマイズ、テーマローラーから、こちらに CSS 文を追記したいと思います。こちらに、横幅が891ピクセルよりも小さい場合には、他の場合には、アプリケーションのロゴを、表示させないといったような、文を記入しました。それでは保存をして、どのように変更がされているか見てみたいと思います。今、1553横幅がピクセルとなっておりますが、891変更した場合には、このようにですね、先ほど表示されておりました、ローコードクレイグミス。こちらのロゴが表示されなくなりました。ただ、これよりもう少し幅を小さくすると、このように、デリバリとピックアップのボタンのところと、サーチバーが重なってしまいます。ですので、画面の幅が狭いデバイスでは、ボタンをデリバリーとピックアップのボタンを非表示にするように設定したいと思います。では、アプリケーションビルダーの方に戻りまして、グローバルページ。こちらのデリバリーとピックアップのボタンですね。こちらに CSS プラスを追加したいと思います。CSS プラス、自然 SM ダウンというもので追加しまして、保存と実行。そうしますと、こちら試してみます。まずはじめに、画面のサイズを小さくすると、デリバリーとピックアップのボタンが、表示になります。それよりも小さくなった場合には、こちらのローコードクレイビングスというロゴが、非表示になるように設定しました。このようにですね、こちらのボタンが非表示になりました。で、もう少し小さくすると、このように、ローコードクレイルですというロゴが非表示になりました。そういうことで、このように画面の幅が狭いデバイスでも綺麗に表示をすることができるようになりました。ということで、これでレストラン一覧のページは完成とします。次に、レストランごとのメニューの一覧ページを編集したいと思います。まずはメニューのページを開くアクションをアクセスします。で、ページデザイナーを開きます。オールレストランズのところからアクションの作成。カードの、こちら、レストランのカード。こちらのどこをクリックしてもメニューページにダイレクトするようにしたいので、識別のところ。
タイプをカード全体とします。リンク、このアプリケーションのページにリダイレクトとしまして、リダイレクト先のページは、メニューページ、2ページ目のメニューページにします。ID をシティとしてリンクをさせます。それでは変更を起動します。オラクルヌードルハウス。こちらのメニューを見たい場合には、カードをクリックします。と、このようにメニューのページが開きました。ただですね、こちら、レストランの詳細を表示する対話モードレポートと、メニューを表示する対話モードレポートとございますが、まだ非常に見にくいデザインとなっておりますので、こちら変更していきたいと思います。で、まずは画面上部にございます、レストランの詳細を表示する対話モードレポートをカード形式で表示するように変更したいと思います。ページデザイナーの方にしまして、メニューページで、メニューを、カード形式で表示させたいので、対話モードレポートから、カードという風に変更します。こちらですね。失礼しました。こちら、レストランミテールの方ですね。で、こちらを、カードという風に変更します。で、そうしましたら、レイアウトの位置のところをフルーツコンテントと変更し、カードにレストラン名とレストランのカテゴリーを表示したいので、属性のところ、タイトル列ですね。こちらにレストランの名前、そして、サブタイトルとしてレストランのカテゴリー、こちらを表示させます。次にレストランのイメージ写真も表示させます。アイコンとバッジ、こちらのところでイメージ URL としまして、リストランのアイコンが格納されている図を入力します。そうしましたら、リストランのアイコンの位置にトップとしまして、上部にアイコンを表示させるようにします。では次に、リストランのイメージ写真を表示します。メディアのところ。こちらにイメージ URL としまして、レストランのイメージ写真が格納されているパスを入力。レストランのイメージ写真の位置を変更します。位置、配置としまして、画面の上部に表示。そして外観をワイドスクリーンとして横、長に表示。そして、配置指定をカバーとして洋服が出ないように表示。そうしましたら、保存して、変更を見てみます。このようにですね、レストランがカード形式で表示されるようになりました。これを少し編集しまして、横幅いっぱいに写真を表示するようにしたいと思います。写真のサイズを調整する CSS を記述したいと思います。ページの方に行きまして、CSS のインライン。で、こちらに CSS を記述します。C、ヒーローカードという名前で、カードの大きさを変更する CSS 文を書きまして、こちら A、カードビューアイコンというところで、アイコンのサイズだったり、アイコンの形を変更する文を書きました。それでは、こちら C、ヒーローカードと A、カードビュー、こちらを適用していきたいと思います。レストランに行っている特性のところの外観 CSS プラスですね。こちらに C、ヒーローカードと CSS プラスを入力します。その下のカードのところ、こちらの CSS プラスに A、カードビューという CSS プラスを入力します。それでは変更を保存して確認します。そうしますと、このように、カードが横幅に、大きく伸びて表示がされました。では、次に、下にありますメニュー一覧の対応モードレポートの画面のデザインを変更したいと思います。メニュー一覧の表示形式を、
表形式で表示されているものから、コンテンツローという形式に変更します。ページデザイナーの方に行きまして、メニューとして、別ですね。こちら、カードというふうに変更します。失礼しました。コンテンツローというふうに変更をします。続きまして、外観。こちらのテンプレートですね。こちらを、コンテンツブロックというふうに変更します。そうすることで、こちらタイトル、メニューが、タイトルとして画面の方に、こちらに表示されるようになります。では続きまして、テンプレートオプションですね。こちらのリージョンタイトルというところから、ミディアムと選択しまして、タイトルの文字の大きさをミディアムにします。それでは、タイトルとして、メニュー名を表示させたいので、属性のところ、タイトルというところに、メニュー名として、ネームと入力、ディスクリプションとして、ディスクリプション、メニューの、説明をこちらに表示します。そうしまして、メニューの料金も表示したいので、プライスというものをこちらに、記述します。ディスプレイアバターというところをオンにしまして、料理のイメージ写真を表示させます。アバターのタイプはイメージとしまして、料理のイメージ写真が収納されているパスを入力します。では、イメージ写真の大きさの、を編集します。こちら、サイズのところですね。ミディアム化をします。それでは変更を挙動して、確認してみたいと思います。そうしますと、このように、コンテンツローという形式で、メニューが表示されまして、メニューのイメージ画像、そしてメニュー名、APEX Excellent Burger、そして、このメニューの説明、ディスクリプションがございます。そしてこちらにはメニューの料金が記載されております。メニュー一覧の表示は大体完成しましたが、あと3点変更を加えたいと思います。まず1点目、こちらですね。レストラン ID が表示されてしまっているので、こちらを非表示にしたいと思います。ページデザイナーの方戻りまして、レストラン ID。こちらのタイプのところから非表示と検索をし、確認します。そうしますと、こちら非表示になりました。では次に料理の価格ですね。こちら、ドルマークを付けたいと思います。ページデザイナーの方に戻りまして、プライスのところから書式マスク。今回一番上のものを選択しまして、保存と実行。そうしますと、見づらいかもしれないのですが、こちら、ドルマークが、記載されました。では次にメニュー一覧。こちらの、価格の横に料理の選択ボタン、料理をカートに追加するボタンを作成します。ページデザイナーの方に戻りまして、こちらメニューのところでアクションの作成。料理をカートに追加するボタンを作りますので、テンプレート、ボタンとしまして、ラベルは、アップとします。で、今回は見た目だけで、機能は実装しないので、ターゲット、リンク、タイプ、URL にダイレクトとしまして、ターゲット、URL は、プッシュタグとしておきます。そして、外観のところですね。こちらに、今回はアイコンを表示させたいので、アイコンを選択。バー、プラス、スクエア、O というアイコンを表示させます。それでは、変更を保存して、どのように表示されるか確認します。そうしますと、このように、各メニューの横に、追加ボタンが追加されまして、こちらクリックすると、実際にはこちらの方に、後の方にメニューが追加されるといったような形となります。では最後に、ログインページを洗練されたデザインに変更していきたいと思います。では、サインアウトしまして、
で、こちらが APEX でアプリを作成すると、自動で作成されるログインページとなります。で、これだととてもシンプルですので、で、今回は背景に画像を表示させたいと思います。ページデザイナーの方に行きまして、で、新たな2乗を作成。で、識別タイトルのところに、バックグラウンドイメージと入力します。で、レイアウトのところ、で、こちらですね。位置のところにバックグラウンドイメージ。で、そうすることで、画像を表示することができます。テンプレート、こちらもイメージとしておきます。イメージ画像が格納されている画質を入力します。イメージのところですね。こちらに、イメージ写真の、これが、写真が格納されているパスを入力します。それでは、これで保存して見てみたいと思います。で、このように、配置が、変更されたのが分かりました。背景が変わるだけで印象がかなり変わるかと思います。で、もう少し、ログインの、ところは編集するところあるのですが、本日はここまでといたします。で、これでアプリの外観の編集が終わりました。では、メインページに戻りたいと思います。当初のシンプルで使いにくい画面デザインから、洗練されたデザインへと変更することができました。で、このように、ローコードのアプリケーション開発プラットフォームでも、洗練された画面デザインを実現することができます。ところどころで CSS を記述してレイアウトを調整しましたが、ユニバーサルテーマ、先ほどご紹介しましたユニバーサルテーマを使用すれば、CSS の知識がなくても細かな調整をすることが可能です。で、では、デモを終了しまして、資料の方に戻りたいと思います。次に、オラクル APEX を無償でお試しいただける方法をご紹介いたします。無償で APEX をお試しいただける方法は3つございます。1つ目は apex.oracle.com のサイトから無料でご利用いただけるワークスペースを取得いただく方法です。名前やメールアドレスを入力いただくことで、ワークスペース、開発環境を取得できまして、クレジットカードなどご登録いただく必要はございません。APEX が提供しているほぼ全ての機能を使うことができますが、容量は 50MB が条件なので、機能検証や学習以外の利用はできません。簡単にお試しいただく環境となります。二つ目の方法は、Oracle Cloud の Always Free で、オートノマスデータベースのインスタンスを作成していただく方法です。APEX はもちろん、オートノマスデータベースに同梱されている他の機能もご利用いただけます。Oracle Cloud のアカウントを作成するにあたって、クレジットカード番号の入力が要求されますが、アカウントのアップグレードをするまでは、課金は発生しません。3つ目の方法としまして、Oracle Database 23AI Free のインスタンスを作成し、Oracle APEX をインストールしていただく方法です。Oracle Database 23AI が、Free がインストールできる環境であれば、どこでも実装可能です。今までご紹介しました3つの環境は、どれをお使いいただいても、基本的に機能的には同じ作業が可能ですが、Oracle Cloud の Always Free ですと、アップグレードすれば、実運用することができますので、こちらをお示ししております。次に参考となる情報をご紹介いたします。本日行ったデモのハンズオンの手順書が、スピーカーディックの方で公開されておりますので、もしご興味ある方がいらっしゃれば、そちらからご確認ください。手順書の中にアプリケーションのダウンロードリンクも記載がございますので、ご支援の環境で本日お見せしたデモをお試しいただくことができます。で、本日のデモでは時間の関係で省略している部分もありますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。次に、Oracle APEX の情報サイトをご紹介いたします。で、アイディアと機能のリクエストアプリケーションがございまして、で、こちらではエンハンスメントリクエストを受けることができるサイトとなります。
また、APIC とフォーラムアプリケーション。こちらでは APIC に関する質問をすることができます。コミュニティウィズではありますが、APIC の開発マネージャーが積極的に回答しております。オラクル APIC 日本語情報サイト。こちらでは日本語の APIC の情報がまとまっております。オラクル APIC ファンデーションコース。こちらはオラクルが提供している無料の APIC のトレーニングです。4時間弱で APIC の基礎を日本語で学ぶことができます。トレーニングを終了するとバッジももらえます。その他、オラクル APIC に関する参考になるリンクはこちらにございます。以上でセミナーを終了させていただきます。ご参加いただきましてありがとうございました。Thank you, Marina. That was a beautiful app that you have built using Apex. So before we conclude, I would like to reiterate about the Apex courses that we have developed. One is the Oracle Apex Foundations course, which is available in English and now in Japanese. We also have Oracle Apex Developer Professional Learning Path. This is an in-depth course which covers end-to-end concepts of Apex. And upon completion of this course, you can also take up the associated certification, which is the Oracle Apex Developer Professional Certification. Upon completion of the course, you'll also receive a badge from Oracle. We have recently released a new course, which is the Apex 23.2 New Features course. Although the course is in English, the videos are in English. You can enable the subtitles in Japanese. You can find this course on Oracle Learning at the following URL. Also, we would love to conduct more such sessions in Japanese. So, if you have built an innovative app that you would like to showcase, or if you know a customer who would like to share their use case, please reach out to us and we would love to host you. If you have missed any the previous office hours sessions, including this one, the recordings will be uploaded onto YouTube and you can access the playlist at the URL displayed on the screen. As always, apex.oracle.com is our one-stop shop where you can access all the information related to Apex. Do check it out. Here are some useful shortcut links where you can find some Apex collateral. And with that, we have come to the end of this session. Thank you all for attending this session. Thank you, Marina, for a great presentation and UG for supporting the Q&A. Thank you. Have a nice day and sayonara.